はい、皆さんこんにちは、劇団おじいです。さあ今回のね、話題はね、ピピョー、はい、ね、こちらね、5分とか10分とかの書き放のプランって今いっぱいあるよね。楽天モバイルの場合は10分間書き放ができたよね。でアプリを使うと所有制限がないよっていうね、あるよね。でこのね、5分10分書き放専用のなんかタイマーみたいなアプリないかなと思って、ちょっとこの動画を作ることにしました。で寒い今日はね、まあ、寒いしてもまだ温度そんなにうーってほどではないんだけど、体感が寒いとか冷たい本当。気温はねまだあるんだよ、18度ぐらいあるんだけど、今日は曇ってて寒い。なんかね、あったかいお蕎麦を食べたい。いつもラーメンばっか食ってから、最近ラーメンばっか食べてるからお蕎麦が食べたい本当ね、たまにはね。まあ、それはいいとしてね。でどうしてこれを思ったかっていうと、はい、実はね、こんなコメントをいただきました。6時間前ね、この楽天モバイルの10分かけ放題の月額1100円ね、楽天モバイル一択だねっていうこの動画に、ターターさんからね、10分前になったら合図欲しいですね、こんなコメントをいただきました。で、ああそうだよねと思って、で実は楽天リンクを使うと、ほら無料になるやつさ、実はこういうアプリがあったよね。楽天リンクサポーターっていうアプリがあって、うっかりその楽天リンクを通さないで、電話をかけようとしたら自動的に起動してくれるっていう。で着信履歴で返しちゃうと楽天リンク通さないから、それも自動的に楽天リンクでね、移してくれるっていう、なんかそういうアプリがあるんだよね。でこういうアプリがあるんだから、じゃあ5分とか10分のかけ放使った時には何かしらこう教えてくれるアプリがあっても良さそうだなと思って、で実はもう皆さんそれを使ってるかもしれないよね。なのでね、ちょっと今回は皆さんにどうやって使ってますかっていうのをね、質問です。これね、でこの楽天リンクサポーターは動作確認ができている機種っていうのはとても少ないので、なのでいくら Android でアプリが入るからといっても起動保証、まあ保証がないんだよ、もともと保証なんてないんだけども、起動確認ができてないアプリで過信して使っていて、何万円の請求になった、3万円台4万円台のね請求になったって方もいらっしゃるので、本当ね、おじいのチャンネルでは3万5、6千円ぐらいの請求と2万いくらぐらいの請求が来たっていうね投稿がありましたね。なので怖いんでね、本当ね、こういうアプリを過信するのもね。で今回の内容はあくまでもこの10分かけ放題の合図なんだよね。でこの合図って言ってもいろいろあるよね。例えばアナウンスしてくれるもの、例えばうんうんそうそうってね、例えば30秒ぐらい前からね、あと30秒でこの通話は自動的に切断されますとかね、あと10秒です、5、4、3、2、1、ツーツーとかね、こうやって音声で教えてくれるの、オンオフとかね、何秒前からお知らせとか、カウントダウン機能オンオフとかね、そういうのがあったらなんかいいなと思うよね。10分かけだったら10分超えてうっかり課金がかからないっていうね、追加料金高いからね、そういうアプリがあってもいいんじゃないかっていう。で逆にその音声で言ってくれることによって長電話を防止することができる。ああまた捕まっちゃった、あいやおじいから電話が出ると長いから1時間2時間はねえからなっつってね、誰も出てくれなくなるね、おじい長いからっていうのはね、でもこういうのがあればね、ね、おじい大体10分かけようだからね、大体10分で切れるよなってこうね、もう分かってる人だったらいいよね。まあ、この音声モードが例えば仕事のお話とかね、所有料でかけた時にあちょっとこれまずいなっていうのあるよね。そういう場合は別に声で教えてくれなくてもいいんだよ。振動ブルブルブルンってせっかくついてるんだからね、だから10分かけ放だったらね、
だいたい何分前、ね、1分前になったらあのブルブルンってこう伝えるっていうね。だからこれ3段階ぐらいで、あの例えばブルブルンだったらね1分前とかね、ブルブルンってやったら30秒前とかね、でも10秒前だったらブブブーとかで触れてくれればいいんだよ。あーでもちょっともう一回かけ出せってピッてこう切れば OK でしょ。だいろんな方法があるんだよ。あの音声割り込みモードをオンオフね、振動オンオフでやればどんな方でも仕事において使うことができる。そんな夢のようなアプリがないかなと思ってね。なんだろう、タイマーとかさ、そういうのを割り込ましてもこうやって喋ってるから分かんないじゃん、結局画面見てないからね。であのポップアップで出てきても分かんないし、なんかねうまい方法がないかなっていう。でただおじいもね、こういうのは考えたことあるけども、こうやって言葉にしたりとかもあの文字にしたりとかっていうことが今までなかったので、このターターさんのコメント10分前だったら合図欲しいですって何気ないコメントなんだけども、いやこれ重要だよねと思って。だってみんなが思ってることだもん。だって10分以内の過剰なんだけど10分を意識しなきゃなんないんだけども、おでも喋ってると意外と分かんないよね。おじいもこうやって喋ってると10分ぐらいで終わると思ってるのに気がついたら2時間3時間になっちゃうわけだからね。だからねやっぱついつい長電話になって、シュマイの請求になっちゃうってこともねあるわけだよ、ね。なので、ここはぜひ視聴者様の お知恵をお借りしてね、例えば5分の掛け方とか10分の掛け方はこういう風にしてるよっていうね、皆さんの具体的なアイデアとかね、実際にこうやって使ってるよっていうね体験談とかね、何でもいいので、この5分10分の掛け方はこうやって使ってる、こうやって気をつけてるっていうね、そういうコメントをいただきたいです。あとこんなアプリがあるよとか、あとあ一応掛け方入ってるんだけどだいたいいつもこれぐらいはオーバーしちゃうよねとか、なんかそういうの何でもいいです。この掛け方に関してあ5分とか10分でいいよねとかで、5分ぐらいまでいいよねって意見は今までずっとやってるんだけど、実際に使ってみた人たちのそういう意見っていうのを交換したことが一回もなかったんだよ実はね。なので、今回はね5分とか10分の掛け方オプションを加入してる方でね、実際に使った方で何でもいい、もう幅広く今言って何でもいいので、それにまつわる内容だったらもうコメントいっぱい投稿してくださいね。であの1人1コメントでお願いしますね。追加した場合は編集すれば追加できるんでね、で内容は変更した場合は修正というのができるんで、それぜひこれをいい機会でね覚えてくださいね。あと動画見ながらね本当につぶやきコメントペッペッペッっていう人もいるけどもね、それでもね1個習慣づけるとネットがねよりなんていうかな、こうマナーを覚えると使いやすくなる、ね、で人とのコミュニケーションがもっと広がるね。そんなわけでそれでもね覚えがてらブワーッとコメントね書いていただけたらなと思います。でおじいもねこの10分かけ方にはものすごい興味がある。これあの楽天モバイル限定で言うんだけど、楽天モバイルのこの10分かけ方専用なんだけど、オプションが1100円だかね。で電話専用で使ったとしても安いんだけど、これって普通に使えるの？やっぱり普通に使えないのっていう。だから結局楽天の電波ちゃんと拾えないとやっぱ使えないよね。でしょ？でしょ？でしょ？っていうね、そこのとこなんだよね。だこのなんていうの、こうリンクアプリはあくまでもアプリだから通話品質がっていうのがあるけど、でも楽天の掛け方をオンにしてもそっちの掛け方でかけた場合も通話品質がダメなのかどうなのか、ブツブツ切れちゃったりするのかどうなのか、そこがねちょっと疑問なんだよ。でこっちは通話品質がねいいんだよって聞いた気もするけども、でも所詮楽天だからダメだよっていう人もいるし、おじいの中では混乱してます。でこれね楽天リンクサポーターを過信してね、でよくプチプチ途切れたりするしね、Y モバイルに
移動しましたってね、乗り換えましたっていう方の意見もあったけども、乗り換えなくてもちゃんと使えるのか、でもやっぱり電波がダメなんだったら使えないのかね、そこら辺もねちゃんと白黒はっきりつけたいなっていう、なんとなくねちゃんと使えてる人はちゃんと使えるよっていうし、品質いいよって、楽天リンクの通話もでも昔ひどかったけど今全然綺麗に入るよっていう人もいるし、だ全然わかんないんだよ。であとそこを追求していくとピングがどうのこうのとかってね言い出す人もいるしね、だからねこの電波の調子と通話品質、まあ、これは切っても切れないとは思うんだけどね、楽天モバイルを例えば楽天リンクを使わないで課金保証用として使う場合、例えばデータを1ギガ未満に抑えてもう電話ばっかりで使えば10分以内の課金を1100円で契約できるじゃんね、結局これってやっぱ大きなメリットではないかなと思うんだけど、でも他社で似たような値段のやつもいっぱいあるんでね、楽天モバイルじゃなくてもっていうのがあるんだけども、ここのところはねちょっと今回は白黒はっきりしたいっていうのと、あとはこれがあったらやっぱり便利なんだよどうしてもね。そんなわけでね、であとご年配の方ね、おじい世代のご年配の方が親に持たせたい場合ね、そういった場合はもう5分とか10分の画像とか楽天リンク使えばとか、もうそういう小賢しいことをしないで、もう普通のもうショートバンクにしても何にしてもね、ワイモバイルでもその普通の書き放題のやつあんじゃんね、あとなんだっけ日本通信なんかね、書き放プラン安いじゃん、制限がない書き放プラン入ったって1500円とか2000いくらとか安いじゃん、もう1ヶ月間ずっと喋りっぱなしだったとしても3000円もかかんないわけでしょ、だからそういったものをね持たせてあげた方がいいんじゃないかなと思う、ね、うちの親父の場合はね携帯とかスマホが使えないっつってね、最初分かったっつってもすぐに分からなくなっちゃって、変なとこ押しちゃって変なことになるから壊れたって言うんで、だからやっぱこれじゃないとってもうそこから離れられないんでね、しょうがないから、ね、光電話でずっと毎月数千円でもう県外にかけられた時なんかたまんないこのお金何と思ってねびっくりしてたけれども、ね、それでもまだ光電話にする前はすごいよすごかったんだね、本当にびっくりしてたんで、それに比べたらね今安いです、だ本当ね必要以上に限度を超えてすごい考えを起こすと逆に痛みに遭う、しっぺ返し食らうので、でおじいからのアドバイスはもう高齢者の親に渡すんだったらもうこれでかけたいだけかけないようにして1ヶ月3000円ぐらいだったらもうそれで割り切って渡してあげる、これがいいんじゃないかなと思います。であとそういうものについてくる世代については例えば5分10分かけるので、ね、ちょっとでも安くしたい、ね、そんなに長い話はしないんだよ、5分10分あればいいんだよって方はじゃあうっかり防止はどうしてるんですかっていうことだよね、ここをみんなで情報を共有することによって使いやすくなる、ね、楽天モバイルだけではなくて、Y モバイル、ソフトバンク、ね、ドコモ、KDDI、日本通信、ね、あとなんかいろいろなのがいっぱいあるけども使いやすくなる、ね、そんなわけ であといろんなものアプリとかもあるけど、なんだかんだ言いながらiPhone 持ってるとこういう便利な道具って使えないパターンが多いよね、ゲームにしても何してもそうなんだけど、ね、いろんなもの見ると iPhone 来たよとかチェック厳しいし、あと課金にしてもね手数料いっぱい取られるしね、アプリみんなね嫌がるんだよ結局、使う人は使いやすいって言うんだけども、アプリを提供する側はあんまり都合が良くないのでみんな Android 行っちゃうんだよね結局ね、だ道具がなければただの箱なんで、ファミコンと同じなんでね、カセットがなかったらファミコンだけ持ってたら、ね、すまんないじゃん本当ね、おじいもプレッシャーとか Xbox ソフトがなかったら何にもね、だ今Xbox のシリーズ1とかプレッシャー5があってもゲームが1本もなかったらすまんないじゃんね、それと同じことなんだよね、はい、そんなわけで今回の話はここまでです。皆様からのご意見をたくさん募集しています。でまたある程度ね溜まったらまとめたいなと思います。一人でも多くの方書き込んでちょうだい。またね、バイバイ。